はい、では前回は、X 線管の電源をオフしました。次にサンプルの取り出しをします。サンプルの取り出しはそんなに難しくないです。最初と逆の手順をやればいいです。まずはこちらにある真空ゲージでどのぐらいの値かを見てます。まあ大体 2×10 のマイナス8乗ぐらいが8乗通るぐらいがいい。あ、9乗か。9乗通るぐらいですね。9乗ですね。9乗通るぐらいでいいですね。うん。で、まずバルブを開けます。こちらですね。こちらが進行方向ですから、それに対してこちらが締めですから、こっちまし。クロックワイズの方向に回すのが開けですね。ゆっくり開けてみましょう。で、ここが開いていきます。もうちょっと見ましょうか。もうちょっと回していくと開いていきますね、うん、それでトランスファーロードを入れていきます。大丈夫か、常にいろんなところを確認しながら入れるようにします。見えてきましたね。で、これで XYZ を調節して引き抜きます。これですね、 XYZ ですね。まずはもう少し近づけていって、そのまま入らないですね。高さを変えて、なおかつ XYZ を変えていきます。で、無理して入らない感じで、無理して入れないようにしてくださいね。簡単に軽く入るようにしていきます。で、ある程度入ったら、無理させない方向へ回していきます。下げる方向ですね。下げる方向はこっち回しです。こっち回し、こっち回しが下げる。で、十分に下がったのを確認したら、今度はこれを引き抜きます。引き抜いていきます。そうするとここが戻ってきますね。これをゆっくりゆっくり引いていきます。そうするときますね。十分に引いたら、まあこのぐらいでもいいです。十分に引いたら次はバルブを閉じます。こちら方向が締めでしたね。締まっていきますね。そしてこれは特殊なやつでこういう音がします。で、この遊びがで、ここまで持ってくる。で、サンプルトランスはこれでいいですね。で、これここまで来たら、また最初の時のようにここを閉めてリークバルブを開ければサンプルを取り替えることができます。まあ以上で一連の流れが終わりですね、うん、で、最後にちゃんとシンクロかどうかをチェックします。で、今ロードロックを開けたので、サンプルの取り替えの場所を開けたので悪くなってますけど、まあ、徐々に良くなってきます。で、こう真空度を毎回チェックしてメモっておくことが大事です。で、まあ、あとはライト類、カメラと明かりもいらないので消しておくと。で、これであとは少し経ったら真空度をまたチェックしてノートに書いておけばいいです。で、普段と真空度がどうかなどをチェックしていくことが大事です。まあ以上で XBS の使い方は終わりですね。まあ、もし時間があれば次回、このモノクロか UPS の説明とかできればなと思います。